何もないところね。なぜこんなところに転移してしまったのかしら。あらら、姫様でも失敗する時があるんだね。姫様、誰か来るっす。言われなくても気づいているわ。少しその口を閉じてなさい。あら坊や、ごきげんよう。君は魔女？何もないところから突然現れたけど。見間違いじゃないかしら。その大きなメガネはお飾り？もう一度視力を検査した方が良いのではなくて。姉さん、どう思う？この人のこと。姉さん、どうしたの？あいつ、ずっと人形に話しかけてるよ、姫様。関わらない方が良くない？相変わらず姉離れのできていない坊やね。見ていて少しイライラするわ。危険？あの人が危険だっていうのかい？君は一体。こんなこと今までなかったのに。姉さんが僕以外の人間に反応するなんて。あなたはマナーという言葉を知っているかしら？初対面のレディに対して危険だなんて、随分と教養がないのね。危険だ。わからないけど、君は危険な存在だ。姉さんがそう言ってる。The wheel of fate is turning. Rebel one, action! ガキンチョの分際で姫様に盾つこうなんて5億年ぐらい流行ってんだよ。で、姫様、こいつどうするっすか？そうね。もう少しつけが必要かしら。それとも助けてほしい、甘えん坊さん。さて、どうしてあげようかしら。姫様のお仕置きは怖いよ。待てー、愛と正義の男、獅子神バング剣山。様子を伺い、手出しは無用と見守っていたが、敗者に鞭打つなど不届き千万、武士にあるまじき行為でござる。それにそこの少年は拙者の可愛い後輩、この獅子神バング、義によって助立ちいたす。誰？獅子神バングと名乗ったであろうが。暑苦しいわね。あなたには関係のないことだわ。お下がりなさい。だからその少年は拙者の後輩だと言ってるではないか。その可愛らしい坊やと、あなたのような暑苦しい人間との間に、先輩後輩といった関わりがあるとは到底思えないけれど。そのようなことはない。その少年は拙者と同じ戸顔いでござってな。それに戸顔いが戦う相手といえば罪人と相場が決まっておる。いかに少女のような容姿といえど拙者は騙されぬぞ。人を見かけで判断するほど拙者は甘くはないのでござる。さあ尋常に立ち会え。ナゴ、ギー、行くわよ。あいよ。
姫様、あいつは放っておくっすか？今日が覚めたわ。あんなむさ苦しい男は好みではないの。ん？逃げる気か？腰抜けめ！転移するわよ。ここからなら直接釜のところまで行けるでしょ。させるか！